今日はジャズを聴けって言われてるみたいなんでオーダーが、うん、じゃあ、まあ、ちょっと掘らせていただきましょう。それでは行ってみたいと思います。ビル・エヴァンスマイルス・デイビス邪魔しまーす。お願いします。こんにちは。いらっしゃいませ。はじめまして。最初にやってきたのは桜木町駅すぐ近くのレコードショップ、ベイサイドジャズレコーズ。全米各地を足で回って直接買い付けたレコードだけを取り扱うというこだわりのお店。ラロシフリンのブラックウィドウ、ジャケがかっこいいです。内容もいいですよ、テクニックが素晴らしいです。なんかそれを聞かせてください。ぜひお願いします。いやー気持ちいい朝を今迎えられる。ありがとうございます。いやでもこれ70年代のクロスオーバーな。そうですね、もうすげえこう CTI サウンド、 CTI サウンドで、あとちょっとあのディスコ的な要素を盛り込んだ当時の、はい、フュージョン、まあフュージョンズ、なる前の時期みたいな、はい、そうですね、傑作と言われているものですね。アルバムなんか、はい、全部違うフィーリングの曲が入ってそうですね。そうです、その通りです、さすがですね、はい、いやかっこいい、はい、ちょっと俺も一枚聞きたいな。はい、どうぞ。すげえ、ロン・カーター、グラント・グリーンのグリーン・イズ・ビューティフル。これにアデイン・ザ・ライフが入ってるんですよ。おマジ、うん、アデイン・ザ・ライフ、ジェームス・ブラウンとビートルズの曲をカバーして入れてるっていう。続いて2人がやってきたのは元町にある古着屋バター・ヴィンテージ。店内には良質な古着屋雑貨が並んでいます。お邪魔します。お、どうもどうも、お久しぶりです。お久しぶり。あらら、いい T シャツを着られて。はじめまして。久しぶりです。前ライブの時の機会。あ、そうだ。挨拶ね。お久しぶりです。どうもどうも。これね、いい T シャツいっぱい売ってますから。音楽もそうだし、服のね、シンプルなかっこよさももちろんそうなんだけど、なかなかないよ。ところで、ヨンスとケイシーが古着にハマったきっかけは何なの？こう被らないっていうのでかいんじゃないですか。だし、こう、なんだろう、こう自分からゲットするもんじゃないですか。古着っていいなって、用意されたもんじゃなくて、いや、やっぱりこうみんながこれいいって言ってるといいものでもいいって言えなくなっちゃうたちなんで。やっぱりそう、まあ、ね、迎えに行く楽しさがあるよね。フィーリングもあるし。古着ならではの出会いとか面白さっていうのはどういうところにでもあるか。やっぱいろいろあるですよね。こう本当にふと見た映画のあいつが着てた服みたいなのをぼんやりとしたイメージで探す楽しさとか、あとなんかなんだろう、まあ、日本だといわゆる古着屋さんとかではないけど、リサイクルショップとかでなんかアホみたいな値段ででもこれいいんだよなって思えるものを見つけたりとか、なんかそういう数字に頼らない価値がある感じがやっぱいいですね。結構そういうリサイクルショップなんかもたまに行ったりするの？行きますね。レコードも売ってるし。ほんまやな。よかったね。よかったね。うん、今日は横浜ブラブラして、はい、まあ、ジャズレコードをリグって、まあ、古着屋も久々ね、うん、来てね、服欲しくなっちゃって、服欲しくなっちゃってでね、うん、もういよいよ、うん、目前に迫っておりますよ。何ハマスターハマスターライブ、楽しみにしておいてください。準備してるみたいですよ。はい。